昔の国際大会において、日本に卑怯な妨害をした韓国の末路がやばすぎ。世界的に権威ある大会で、韓国チームが恥をさらしたことが話題になっています。世界中のパティシエが腕を競い合うお菓子のワールドカップ。国を代表してグループで出場し、チームワークが大きく勝敗を左右します。韓国の代表として選ばれたパティシエたちは、優勝候補の筆頭に挙げられていた日本チーム打倒を掲げ、訓練に励んでいたようです。そして、いよいよ始まった大会の1回戦で、韓国チームは大きなミスをしてしまいます。そのせいで、優勝から大きく後退、そこで作戦を変更することにしたのだとか。何が起こったかというと、どうせ優勝ができないのなら、日本を道連れにしてやろうという、なんとも卑怯な作戦を実行したのです。さらには、その不正な行為を指摘された審査員に開き直り、食ってかかる始末。しかし、その審査員は、韓国チームに驚くべきことを言い放ちました。それを聞いた韓国チームは、言い返す言葉がありません。一体何を言われたのでしょうか？というわけで、今回は、世界的な公式の大会で韓国チームが見せた見下げた行動と、それにしっかりと対処した日本チームを取り上げていきます。それでは行ってみましょう。パティシエという言葉は、フランス語で、菓子職人とかケーキ職人を意味してます。フランスでは国家資格となっていますし、ドイツではマイスター制度が導入されるような、重要な職業となっています。それだけ重たい職業であり、いつでもどんな条件でも、同じ品質のものを作れるだけの技量が必要な仕事なのです。将来パティシエを目指すのなら、誰でもコンクールに挑戦したいと考えるでしょう。コンクールは、日本国内だけでなく、世界で活躍するチャンスをつかめるきっかけとなる場であり、夢が叶えられる場でもあるのです。実際に、トップパティシエとして活躍している方々は、大会に挑戦して入賞を果たしています。知識や技術を日々磨き続けているパティシエにとって、コンテストというのは、日々の自分の成果を披露することができる場でもあるのです。当然、出場者全員が優勝を目指しています。ですが、結果的に入賞できなくても、自分が成長できる大きなチャンスとなることは、間違いのないところ。そのようなパティシエのコンテストは、日本国内でも行われていますが、当然世界でも開催され、中には注目される大きな大会もあります。日本人パティシエが、世界のコンテストに挑戦することは、今では、もう当たり前になっているようです。さて、チョコレート、ケーキ、焼き菓子など、これらの洋菓子は、もともと、フランスが本場のスイーツでした。しかし、近年になって、日本人の手先の器用さや繊細さが高く評価されるようになりました。フランスの有名洋菓子店で就業を積んで、自分のお店を出す人も増えてきました。本家である同国で、伝統的な技術を学べば、日本での出店で、本場の味と胸を張って宣伝できます。フランスにおいて、パティシエという職業は、医者と並ぶくらいに社会的地位が高い仕事です。だから、簡単にこれに離れず、国家資格が必要となるのです。このような高い評価と厳格な資格要件は、日本の職人たちが持つ熱意と技術の水準をさらに引き上げ、洋菓子の世界における日本の位置づけを、確固たるものにしています。さて、よく有名なパティシエをトップパティシエと呼びますが、世界各国のあるこの業界でも、特別な定義が決まっているわけではありません。それでは、そのトップパティシエと呼ばれる人たちが挑戦するコンテストには、どのようなものがあるのでしょう？現在、世界的なコンクールとされているのが、ワールドペストリーチームチャンピオンシップとクープ・デュモンド・デュ・ラ・パティスリーの2つです。この2つのコンクールでの優勝は、まさに、トップパティシエとしての称号であると言っても過言ではありません。今回は、その2つの中の1つ、ワールドペストリーチームチャンピオンシップ、略して WPTC を取り上げてみました。ワールドペストリーチームチャンピオンシップは、アメリカで開催される国際的にも知名度の高い製菓コンクール。パティシエの登竜門でもあるコンクールで、開催は、2年に1度、各国のパティシエが、3人1組のチームとなって出場します。
この大会は3つの部門で審査をし、その総合点で優勝が決まります。クープ・ド・モンド・デ・ラ・パティスリーと比べれば比較的歴史は浅いのですが、今では洋菓子業界屈指のコンクールとも言えるでしょう。競技は2日間にわたって行われ、スイーツ作りに携わる時間は合計で13時間。3つの部門というのが、アメ細工、チョコレート、アントルメ、プティガトー3種です。このアントルメとはフランス料理での食後の甘いデザートやお菓子のことを言います。現在ではちょっと贅沢なお菓子を指しているようですが、そしてプティガトーは小さなお菓子という意味で、ケーキをカットした後の1ピースや、それと同じくらいの大きさの洋菓子を指しています。コンテストではアントルメ、プティガトー3種はアントルメグラッセ、レイカ、アシェットデセール、サラモリデザート、チョコレートボンボン3種の計9種が対象です。これらの味覚部門が審査の対象となり、全てを13時間で作らなくてはなりません。味覚部門においては作る種類が多いことからもわかるように、他のコンクールと比較しても細工のデザイン性、技術よりも味覚部門にウエイトが置かれているようです。この WPTC という大会の特徴となっているのが、フランスのフランス最優秀職人賞である MOF を取得している菓子職人たちも出場できる唯一の大会ということ。通常ではコンクールで出会えない MOF の人たちと技術が競い合えるコンクールということで、世界のトップパティシエからも注目されているのです。そして WPTC の2010年に開催された大会でのことです。韓国が権威ある国際大会で日本の偉業達成を妨害した結果、とんでもないことになってしまったのです。韓国から選ばれた有能なパティシエで構成されたチームは、ワールドペストリーチームチャンピオンシップで優勝するために大変な努力をしてきました。韓国チームは自信満々で優勝を目指していたのですが、それと同時に日本チームには敵意をむき出しにしていたそうです。その年の日本チームは2006年、2008年と第2位になり、2010年はさらに磨きがかかっていて、世界から優勝候補筆頭とされていました。そしていよいよ WPTC2010 がスタートし、最初の部門はホールケーキで、制限時間は2時間となります。韓国チームが予定したのはチョコレートケーキで、食べた人は空にも飛んできそうな気持ちになるほど素晴らしい最高のスイーツを作ると意気込んでいました。そして韓国チームの隣で作業をしていたのが日本チームでした。開始前テレビ局から取材を受けていて、日本チームに対して何やら不穏な動きも。日本チームを率いるのはキャプテンの山本隆雄氏で、全国に店を構えるクラブハリエのオーナーシェフです。国内外のコンクールでも数々の受賞歴を持つ実力者でした。そして第1競技となっているホールケーキの審査基準はどうなっているのでしょうか。それはホールケーキということですから、切り分けた時のバランスが重要になります。決して味がいいだけでは高得点は得られません。そしてもちろん見た目の良さがも鍵となるのは間違いのないところでしょう。ところがここで韓国チームにトラブルが発生します。時間の分配ミスなのか、調合を間違えたのか、チョコが溶け出し、見た目を気にしている場合ではなくなってしまいました。韓国チームはやむなく見た目の良さを無視して制作を進め、最後までリカバリーができないままに制限時間になってしまったのです。その後実食審査が始まります。日本チームは出来も良く評価は高かったのですが、ホールケーキ部門ではイタリアチームがダントツで大差で1位となりました。その一方で韓国チームのケーキは見た目の評価が最悪となる結果となります。やはりチョコが溶けたことが響いて、他のチームから大きく遅れを取ってしまうことに。この結果を聞いたスタッフたちが動揺を見せたため、韓国のキャプテンがチームをまとめ、何やらよからぬ企みをしたようで、不穏な雰囲気を持ったまま次の競技に移ります。一方日本チームのキャプテンはイタリアとの差はまだまだ十分に逆転できると言い、次で挽回しようと士気を高め、チーム一丸となって勝利を目指しました。そして第2競技のプレートデザート部門が始まります。
この部門はケーキとチョコレートの組み合わせ、アイスクリーム、フルーツなどを添えて一つのプレートにまとめたもののことです。複数のスイーツが組み合わされる競技のため、チーム力が試される部門となります。しかし日本チームの出足を折るようにある問題が発生したのです。何かトラブルが起きたようで、審査員が事情を聞きました。すると日本チームは、韓国チームが冷蔵庫を開けっぱなしにしました、そのためアイスが溶けてしまいましたと訴えたのです。それを聞いた隣国チームは、言いがかりだと日本に対して怒りをあらわにします。これが事の始まりでした。まるで韓国チームが日本を妨害しているみたいじゃないかと逆にクレームを言ってきたのです。この時韓国チームは何も悪いことはしていないと主張していたのですが、思わぬところから犯行が証明されます。実は日本と隣国は同じ冷蔵庫を共有していました。韓国は材料を冷蔵庫から取り出すためということで、冷蔵庫開け閉めを必要以上に行っていたというか、ほぼ開放していたのです。そしてこの冷蔵庫には日本チームが使うアイスクリームが入っていました。冷蔵庫のドアが開いているのを見るたびに扉を閉めに行くため、競技時間が削られていきます。その結果、ついにアイスクリームが固まらず、日本の制限時間もなくなっていきました。職人たちは真剣にこの大会のために準備をしてきたはずなのに、ひどい話ですよね。この現状で韓国チームは、日本が嘘を言っている、日本を妨害する証拠を出せとまで言い放ったのです。その時、この話を聞いていた一人の審査員が発言をします。韓国が冷蔵庫を何度も開け閉めをし、開放したままにしている行為を見たと証言したのです。これに韓国チームは大いにうろたえて、わざとじゃない、冷蔵庫が大きすぎてすぐに材料が見つからなかったなどという言い訳も。しかし審査員たちには、そんな子供じみた言い訳は通じません。次にまた妨害行為をすれば即減点すると警告をされてしまいます。このような騒ぎを起こしたことで、韓国チームの優勝はほぼ絶望的になりました。ところが隣国チームがこれに納得しておとなしくなるわけもなく、逆に開き直る始末。その時日本チームは韓国の道連れ戦法にあって追い詰められてしまいます。日本チームのスタッフからも、制限時間に間に合わないかもしれないという言葉も出てきました。その時山本キャプテンは、諦めるな、私たちは日本の代表だ、どんな理由でも中途半端な品は出せない、急ぐぞと言ってスタッフに喝を入れたのです。気合が入った日本チーム、なんとか制限時間内に完成させることができ、審査に挑みます。そして日本チームの試食が始まるその時、山本キャプテンが審査員にお願いをしたのです。もし希望を聞いていただけるのでしたら、まずチョコレートケーキから食べていただきたいと言いました。それを聞いた審査員たちは、別にルール違反でもないので、言われた通りチョコレートケーキから試食をしてくれることに。そして審査員が日本チームのチョコレートケーキを食べようとした瞬間のことでした。それぞれに、これは何ということだ、ケーキからチョコソースが流れてきた、一体どんな仕組みなのと驚きを表し、食べる前から興奮をしている様子です。実際にチョコケーキを食べてみると、熱いチョコとアイスが絡み、何とも言えない味の奥深さに溢れていたのです。さらにムースとの相性も絶妙でした。これには審査員全員が完璧だと絶賛しました。まさに逆転の一打となって、日本チームがトラブルを乗り越えてプレートデザート部門で最高得点を叩き出したのです。この後韓国が行った妨害行為について、大会後の取材で日本代表チームは次のように答えていました。妨害に慌てたのではないですかという質問に、国際大会だからこのようなトラブルはつきものです、むしろあれで団結力が高まったと言ったそうです。日本チームは韓国チームからの妨害もなんのそので、
トラブルを跳ねのける柔軟さと精神力を発揮し、この後も高得点を連発しました。そして最終競技を迎えるにあたって日本は2位の位置にいたのです。最後の勝負、ショーピエスに優勝をかけます。このショーピエスというのはチョコレート細工と飴細工の作品をそれぞれ作ること。見た目はもちろんのこと、技術面やテーマ性についても審査されます。ですのでどうしても巨大な作品になってしまいます。中には2メートルを超える作品もあるそうです。ショーピエスは間違いなく今大会では最難関の競技と言えるでしょう。ショーピエスの作成途中では組み立てた飴が外れ作品が壊れるといったチームもいたのだとか。各チームが苦戦をする中、日本チームは最後まで壊れることもなく見事に完成させたのでした。作品を前にスタッフ全員で喜び、山本キャプテンもありがとうと声をかけます。しかしまだ終わったわけではありません。この作品を完成テーブルまで運ばなければならないのです。ここで失敗すれば全てが水の泡になってしまいます。そしてここでもまたあの国が邪魔をします。日本チームが集中して運んでいるその時、韓国チームのスタッフが日本チームの妨害をしてきたのです。なんて汚いやり方なんでしょうか。恋なのかたまたまなのか、韓国チームのスタッフが日本チームの近くをわけもなくうろうろして運搬中の選手に激突しそうになる瞬間がありました。なんとかかわして無事に運ぶことができました。日本チームは1年間にも及ぶ訓練が実を結んだのです。日本チームの作品に審査員も高評価を与え、本当に美しいと絶賛したそうです。6時間にも及ぶ作業の末完成したショーピエスは最高の評価を獲得。そして奇跡の逆転優勝を果たし、数々のアクシデントを乗り越えて日本チームが栄光を手に入れたのでした。ですがこの結果に黙っていない国があったのです。その国はもちろん韓国。確かに日本の作品は美味しいし見た目も良い、しかし韓国の作品とどれだけ違うのかと審査員に言いがかりをつけてきました。その後も文句を言い続け、これに対して審査員が言ったのは、日本が勝った本当の理由が韓国にはわからないのかというもの。そして確かに日本の歌詞は極めて美味だし、見た目を生かすための技術も素晴らしい。だが本当に突出していたのはチームワークなんだよと韓国チームに言いました。韓国チームは審査員の話を聞いても納得がいきません。そんなことで勝てるなら苦労なんていらないと文句を続けたのです。そして止めに審査員が言いました。今大会には審査項目が2種類ある。味や見た目を審査する試食専門と、技術性やチームワークを審査する調理過程専門の2種類だ。わからんかね。つまりチームワークを無視した韓国は調理過程専門の審査員に嫌われたということだということでした。なのではっきりと韓国チームが日本チームより劣っていたと告げたわけです。審査員の話を聞いた隣国チームはもう何も言えませんでした。韓国チームはチョコレートを溶かした時、失敗した部下を罵倒し露骨なダーティープレイに走ったのです。それらは全て審査に筒抜けだったわけでバレバレだったのです。ちなみにこの韓国の日本チームを妨害している行為は一部始終がテレビで放送されていました。韓国チームの行動は競技の精神とはかけ離れたものであり、技術だけでなく品格も競う場において彼らの評価を大きく下げたことは明らかです。この一連の出来事は大会における公正さと尊厳を再び確認する機会となり、真の勝者は技術だけでなく精神的強さにもよることを私たちに教えてくれました。韓国もこれに懲りて日本のようなチームワークを目指してほしいものですね。さてそれを見ていた人たちからネット上に批判が殺到しています。ではその反応の一部を紹介しましょう。他国への妨害行為は自国で称賛される風潮のようだな。まともに勝負することはできないのか。一体
何の試合をしに来たんだ。妨害しか考えてない国なんか出してはいけない。以上が反応になります。やっぱり韓国に対する批判が多いようです。国際大会ではあってはならないことですからね。いかがでしたか。卑怯な行為をした韓国と日本では根本的な考え方からして全く違うようです。とはいえ韓国チームは自ら世界に恥をさらしてしまいました。技術を競う大会からスポーツで競い合う大会まで、隣国は堂々と勝負することができないのでしょうか。それでも韓国の妨害にも動じることなく見事に優勝した日本チームは本当に素晴らしいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。